ー10番久保田恵美里さん。エントリーナンバー5番田中佳穂さん。エントリーナンバー31番富田キアナさん。エントリーナンバー4番瀬名ひなのさん。エントリーナンバー15番舞踊かのんさん。エントリーナンバー21番吉田里香さん。エントリーナンバー22番根岸麻耶さん。エントリーナンバー1番星玉樹さん。エントリーナンバー25番ゆいなさん。エントリーナンバー30番水谷彩菜さんです。おめでとうございます。こんにちは。エントリーナンバー1番星玉樹と申します。この度はこのような素晴らしいファイナリスト31名の中から10名に選出いただき大変ありがたく思います。そしてコロナ禍でも私たちをずっと応援してくださった皆様に御礼の言葉を申し上げます。皆様、このような光栄なタイトルをいただき本当にありがとうございます。今感謝の気持ちだけです。ここまで私たちを応援してくださったスポンサーの方々、事務局の方々、私を1年ではなく2年間も応援してくださった家族、そして何よりも私と仲良く共に戦ってくださった30名のファイナリストたち、私は彼女たちからいろいろと学ぶことができました。皆様の SDGs の BWPL のゴール、私がこの日本代表というプラットフォームを使い全力でなるべく全てを実現できるよう努めてまいりたいと思っております。今の感想をお聞かせください。はい、私、昨年もう準ミスワールドをいただいたのですが、今年ミスワールド日本代表としていろいろと私の SDGs、 そして共に戦ってきてくれた、ファイナリスト30名の BWP も実現できるよう、精一杯頑張ってまいりたいと思っております。本当にありがとうございます。私去年も準ミスワールドとして、最後の4人として残らせていただいたのですが、同じシーンで少し本当に緊張いたしましたが、そうですね、本当に感謝の気持ちだけでした。喜びよりも感謝でした。私が今回ここに立っていられるのは本当に私をずっと応援してくださったスポンサーの方、事務局の方々、そして家族、そしてここにいるファイナリストの皆さんのおかげです。本当に感謝の気持ちだけです。ありがとう。星玉樹と申します。現在は早稲田大学社会科学部で3年生です。私の今の社会の活動は絵本作成です。絵本を作って絵本を通し、子どもたちに SDGs であったり社会課題のことを教える活動を行っております。このファイナリスト期間、私は本当に素晴らしい女性30名一緒に戦ってくることができました。
もちろん私の DWT である絵本作成を通し、子どもたちに SDGs を教える活動を実施したいとは思っております。